雨だ。朝はまだ寒い。Thank you.
やらかしてしまった。豆腐の醤油麹煮、よもぎのマリネ、マリネっていう塩麹ミルクホイコーロー、いただきます。それでは皆さん一日たくさんいろんなことお疲れ様でした。乾杯。ではいただきます。めっちゃ美味しそう。今日はホイコーロー食べたいって考え始めたらホイコーローのことしか思いつかなくなっちゃって作りました。お肉を柔らかくする方法を調べてたら、どうやら牛乳もお肉を柔らかくするっていうことみたいで試してみたんですよね。ということで塩麹漬け豚肉のミルクホイコーローです。多分ピンボケしてると思うけど、いただきます。うんま、ありえない美味しさなんだけど感動して涙が。僕がホイコーロー好きっていうのはもちろんあるんだけど、多分ここ最近自分が作ったものの中でもうダントツでトップに入るぐらい美味しい。マロ史上殿堂入りですわこれは。こちらは、新玉よもぎトマトのサラダ、マリネ、サラダマリネが何か分かんないけど、まあサラダです。
この間実家に行った時によもぎのお裾分けをしてもらったんだよね。で初めて調理してみた。美味しい美味しくなさそうなリアクションしちゃってるけど美味しいですよ。よもぎが美味しいというよりはよもぎってハーブだからよもぎの香りを楽しみつつサラダを食べるのが良いみたいな感じで、よもぎってすごく体にいいんだけど利尿作用、デトックス効果、血液をきれいにする、冷え性改善、腸内環境を整える、発汗作用がある、抗酸化作用がある、まあ抗酸化作用があるということでがん予防にいいんだよね。めちゃめちゃ体にいいので特に女性なんかは日常的に取り入れると病気から遠ざかる体になっていくんじゃないでしょうか。毎日いろんなことに悩んでさ自己肯定感を失ったりまあ自己肯定感を失うなんて毎日キリがないくらいあるんだけど、それと同じくらいとは言わないけど誰かに感謝されたりさ、そうやって人からの評価を受けることで自分自身の心をさ保って看護師って生きてるじゃん失ったエネルギーの分取り戻せるかっていうと 7-3 くらいで失うエネルギーの方が多い気が僕はしてるんだけど、でもそのもらったちゃんの力がさ一生心に残って力になってくれたりするじゃないですか。大変なことは本当にたくさんあるし、こういう動画でさ言えないこととかもいっぱいあるんだけど、まあたまにやってくるその3割くらいのめっちゃポジティブなパワーを糧に日々頑張っています。まあ大体の仕事がそういうもんかな。看護師だけじゃないだろうけどね、こういうのって。今日もこうして美味しいご飯が食べれるだけで僕は幸せです。ごちそうさまでした。美味しかった。ミルクホイコーローみたいなレシピがあるのね。調べると牛乳のまろやかさと豆板醤甜麺醤の味噌の美味しさ、あと豚肉を漬けるときに塩麹も入れてるからその塩麹の美味しさが全部合わさってめちゃくちゃ美味しい。こんなん仕事終わりにいつも食べてたら仕事頑張れるよ食べてる間は嫌なこと忘れられる気がする